スピニングでキャストして何かがブーンとなって干渉して飛ばない時がありますが、投げる時パパンってやった時、ラインがですね、ガイドとバット、釣り竿のバットとね、ガイドがあるでしょ。ここからこう出るんだけど、これがババ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 って、ババババってすごい音するときあるんでしょ。あれ、それです。スコーンって抜くような感じのキャスティングをするとね、大丈夫ですよ。バギーと村さん、どっちが、俺の方が飛ばせる。だってバギー、遠投のやり方知らないもん。バギーが完璧に覚えたら、バギーはすごい、早いですからね、キャスティング。覚えるの、スキッピングなんかの時もそうでしたけどね、彼に教えたらあっという間に覚えましたから。うん、オサムンと村田さん、どちらが飛ばせますか。今の状況だったらオサムンだろう ね。俺の肩が、ジムがね、もうすぐ完成するんだよ。ミラクルジムが。自転車買ってきた。これ23日俺の、ジム用の自転車よ。外で乗るやつじゃないよ。ここでクーンとかって乗るやつね。だから23日に一応完成して、その辺からこう昔、もうびっくりしちゃいましたよ。もう去年の3月の29日に俺脚立から落っこって、この肩の腱が全部切れたのね。俺上腕二頭筋ってこうなってんじゃん。これがさ、ここにあったここに、これなんだろうって、上腕二頭筋がここにあったの、切れてね、それを全部こうくっつけてもらったわけ、オペをしてね。でそれ何にもやってなかったじゃん、こういうの。一応100キロ超えるところまで行ってたのよ。でセッティングしたから、やったーって言って50キロやったら、50キロが上がらない、どうしちゃったの俺で、50キロここから無理なの。こっからは上がるんだけど、で60キロもう一個買ったの、ベンチプレスを2台にしたので、60キロやったらビロータにしないだから今勝てない。はい、さあ切り抜き動画見た皆さん、こちらの方はですね、村田はじめのオンラインサロン YouTube バージョンの方でですね、流した映像、そこからこう切り抜かれたやつでございます。オンラインサロンの方ではですね、本当に一人一人のあんな疑問こんな疑問っていうのをですね、直にお答えして、村田はじめちょっと楽しみたいなという方はですね、ぜひご入会をよろしく。